日野、プロフィア、プロフィア、プロファイアは、日野自動車が製造、販売している大型トラックである。日本国外では700シリーズの名で販売されている。1992年にスーパードルフィンを11年ぶりに、フルモデルチェンジする際に社名にサブネームが付き、スーパードルフィンプロフィアとなる。その後、2003年にモデルチェンジが行われる。通称グランドプロフィア。 エンジン1キー操作が標準装備された。エンジンは V8 が f 2 0 c 回1 7 e 回1 7 d 320から 430PS、時記録が P11C と K13C、どちらも300から 395PSK1、3D を搭載。ZMK 後期型のようにヘッドライトとヘッドライトの間に穴が3つ並んだフロントグリルが 初期型の特徴である。ウィングマークはやや小型か、フロントグリルの上に控えめに配された。また日野の新しいロゴが付けられた。自動車用としては、非常に珍しい引き違い窓のパワーウィンドウが装備されている車両でもあった、両側とも引き違い式、パワーウィンドウ仕様、運転席側は昇降式、助手席側は引き違い式という様も存在した。キャッチコピーは、 輸送文化のフルモデルチェンジ、物流の21世紀へ。CM には、俳優の役所工事を起用。セミトラクターについてはこの時デザインの変更は、行わず、ABS エンブレムとフォグランプが追加されただけで、中期型とほぼ同じまま生産された。車両総重量22トン25トンの車種については、テラビのサブネームが付いた。キャッチコピーは20トンを超えたら、テラビ。 K13C エンジンにコモンデール噴射システムを採用。また、低床四軸車の FW は、第一軸のタイヤを、すべて、第二軸以降の19.5インチに統一し、第一軸の位置を全一軸の高床車と同じ位置に、前進し、なお、このモデルは、車名が長いので単に、プロフィアの名前で呼ばれることが多い。2003年10月、11年半ぶりの、 フルモデルチェンジを機に、従来はサブネームであったが、今回から単にプロフェアとした。エンジンは新短期排出ガス規制に適合し、トラクター系を含めて、全車時記録インタークーラー付けターボとなった。メーカーオプションで DPR を装着した車両については、超低 PM 排出ディーゼル車認定精度85%低減レベル、4つ PK 規制を取得した。アクセル、 ブレーキペダルは、オルガン式から乗用車で、一般的な吊り下げ式となった。また、テールランプの配列が変わり、三連タイプは、外側より大々、赤、赤となった。以前は赤、大々、赤だった。セミトラクターなど、二連タイプのテールランプを装着する。車種は、従来の配列のままである、外側より赤、大々。基本的に、全車、ハイマウントキャブを装備しており、 デザインもそれを前提としたものになっている。ただし、タンクローリーや消防車、キャブ全高の低さが要求される。カーキャリア向けに、ウッパー状のスペーサーや、ドア下のフェンダーを省略することでローマウントキャブにできる構造になっている。運転席シートは3種類あり、車型により、標準シート、エアサスシートのほか、ドイツイスリンハウゼン社の高機能シート、タチエスによる、 ライセンス生産品を選ぶこともできた。2017年4月5日、セミトラクター、及び校内専用車用、除雪車、初代ドックオンの OEM を除き13年6ヶ月ぶりに、フルモデルチェンジ、同年5月22日販売開始。キャッチコピーは、人を思う、次の100年へ。で、CM キャラクターには、俳優のいつか健太が起用されている。エンジンは、 平成28年排出ガス規制に適合し、一部の車型ではエンジンが E13C 型エンジンから A09C 型エンジンへ変更され、GVW23 トン以下のカーゴ系と FS のミキサー車は全車 A09C 型エンジンとなった。プロシフト12搭載車はセレクターがダイヤル式に変更されたコラムセレクターとの併用。 安全装備の機能充実も図られ、プリクラッシュセーフティの停止車両や歩行者も検知する機能追加された。通信により、車両情報を日野に送る ICT サービス機能を装備している。2017年10月4日、2017年度、グッドデザイン賞を受賞し、グッドデザインベスト100にも選出。同年11月1日には2017年度、 グッドデザイン金賞も受賞。2018年1月12日、東京オートサロンに出品される。2018年5月31日、セミトラクターをフルモデルチェンジ、同年7月10日、販売開始。セミトラクターには作業用トレーラーブレーキが全車標準装備されるほか、単車系と同様 ICT サービス機能も装備され、 ユーザー向け通知機能やウェブ閲覧機能を備える、火のコネクトにも対応している。同時に、単車系もマイナーチェンジされ、従来のスキャニングクルーズ2に渋滞追従機能を追加した、スキャニングクルーズ3が設定された。単車系は 380PS 以上のプロシフト12、搭載車に、セミトラクターは 410PS 以上のプロシフト12、 搭載者にそれぞれスキャニングクルーズ3が標準装備される。なお、前述以外の車型は従来通り、スキャニングクルーズ2が装備される。2019年3月29日、マイナーチェンジ、同年4月1日販売開始。安全装備の機能充実が図られ、ドライバーモニターは取り付け位置が変更されたと同時に、 サングラスやマスク着用時並びに運転姿勢が崩れた際にも検知するなどの精度向上が図られてドライバーモニター2となったほか右差接時警報システムであるサイトアラウンドモニター単車系セミトラクターの前車型に標準装備したまた可変配光型 LED ヘッドランプオートヘッドランプハンズフリー機能付け Bluetooth 搭載オーディオを単車系セミトラクターの車型に 標準装備したほか、2019年9月1日から、搭載が義務化される、車載式故障診断装置、J-OBD2 にも対応している。2019年5月28日、ハイブリッドとハイブリッド冷凍車である、クールハイブリッドを追加、発売は6月18日。ハイブリッド車は、ロケーター永久に内蔵された、標高、勾配、 位置情報を 100km 先のルート情報を先読みしながら AI がそれをもとに走行負荷に応じたシナリオを作成し 10km ごとに補正しながらハイブリッドシステムを制御するという購買先読みハイブリッド制御を採用。クールハイブリッドは改正、発電で得られた電力をハイブリッド用バッテリーに蓄え冷凍機用電動コンプレッサーにも使用。 クールハイブリッドの冷凍機メーカーは、電装製と三菱重工、サーマルシステムズ製が設定される。FW には競走馬専用運搬車用、シャーシあり、全輪駆動車は、生産台数があまりにも少ないのでスーパードルフィンプロフィアのみ、生産され、2003年より、ド、トラックス、旧、日産ディーゼルから除雪車などのベース車となる大型全。 不動車の OEM 供給を受けている。なお、カーゴ、ダンプ以外のトラクターや、セミトラクターにはスーパードルフィンプロフィア及びプロフィアのエンブレムは装着されていない。ハロゲンヘッドランプ、運転席、マニュアルウィンド、ベッドレスなど装備を簡素化した仕様スキャニングクルーズシステム、蓄冷式冷房装置など、標準仕様にはオプション設定される高機能な装備を装着した仕様。 区分は各エンジンに付けられた記号であり、車種ごとの形式から、搭載エンジンを判別できるものである。例えば、KCSH4 フード化の場合、4回は、回 21C エンジン搭載車となる。スーパードルフィンプロフィアの全輪駆動車は、ダカールラリーに参戦している日のチーム菅原の、アシスタントトラック、レンジャーのサポートカーとして、プロフィアにモデル演示された後も2013年、 大会まで引き続き参加していたが、2014年大会からは、700シリーズ ZS64 プロフィアの海外仕様へ変更された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。